皆さん、どこでもよろしくてなしてのまきひえです。では、本日はポケットモンスターバイオレット、青の円盤編やっていきましょう。1400BP 集まったんで。特別講師呼んでいこうぜって感じで。入っていきましょう、リーグ部へ。でですね、もしね、今回、は、まだ、ないと思うんやけど、またね、まあ、じゃあ、こちらは、戻るかもしれない。でも、間違えて、パルディアに戻るかもしれない。呼ぶのに、この、その、絆、がね、いるわけで、先生との。その絆が、取れない。まだ取れてない、ね。講師が何人かいるわけで。で、誰にしよっかね。こことここは取った。なんじゃも、やったっけ？ちょっとボックス見ればわかるわ。ちょっと見ていこう。24かな？うん。ジュラルドン。あ、ですね。帰っとるな。おっと？いた。誰って？すぐり。俺、また頑張るよ。引っ張るか。そっか、よかったね。よかった、本当に。すぐりが曲より戻って、寝るには嬉しいだな。そこよ。姉ちゃんにも寝るにも心配ばっか。かけたからまねろ。本当にごめんな。謝罪は不要。ギラス？すぐりが今すべきことは、ただ全身あるのみ。みっけ。だな。ありがとう。ねねに言い切られちまうと、そうだいなーって思うよ。頑張って。いいな。この感じ。あ、ドラゴン TK だ。逆に久しぶりに来てみた。意外とみんな、普通に話してくれるじゃな。キツバタだけはニヤニヤしながら俺のこと見てきたけど。キツバタよ。そこはニヤニヤすんな。普通に、な、もう。よ今日元気しなっかみたいな感じで、いいねん。それでええねん。キツバタよ。ちゃんと謝った。今までのことを悪かったって。よかったね。うん。それはすごいよ、もう。うん。よかった。ドラゴン TK のおかげだな。しばらく休んでたから、遅れ取り戻さねえと。ドグラ。ドラゴン TK、俺と勝負しよう。いいよ。やろっか。やった。生エンドランスさえ行くべ。なぜいきなり生あった？さっきまで全然生あってなかったやん。なぜ生あった、そこで。いや、ほんまそれ。ニョロトノと海竜な。海竜は、怖いよな。雨降らされる。マジって。じゃあ、サコンボで落としとく。よし、あくびしとこう。そういうことやな。それはちょっと思った。うん。寝かしつけといて、カエリュウを。そして、他を先にやっていく。ことでもいいかなと思った。おーい。顔かえ？なんやて？攻撃下げる。無駄。ガオガエンにして、そして、両方に当たるやつやっといて。ちょーい！位置残る、あぶー！あぶーってなるわ。ちょー待てー！
ばい、それはやばい、新作はやめろよ、ほんまやめろよ。よし、寝た寝た、ずっと寝とけほんま。いや、ずっと寝とけほんまってなるわ。どうすっかな。あ、エレキブルでいいんじゃね。もどうしよう、顔がえんな。悪タイプあるんだよな。炎は悪だったよね、確かね。DD ラリアットされる可能性があるから。さっきこっちやろう。それは思った。ほらな。今一つやろう。こっちでいいや。なら。いや、生きてる！そりゃ生きるか。嘘？何飲んだ？何飲んだってか何食べた？黄金の実かな？ですな。白ですな。ちゃちゃ。言ってる場合じゃない、ないって思っているから、やばいから。おー、怖えー。いや、急所怖えー。急所怖えーなるわ、ほんま。ハイパーボイスで。ハイパーボイスする。うん。よし！助かる。ずっと寝とけ。帰りよ、ずっと寝とけ。テクロボーなっとけ。よーし、ナイス！ナイスって寝る、ほんま、だいぶ。楽でいいわ。よし！ちょっと満タンの薬使わせていただこう。ここは。いいね。あくびしてて正解。ほんま正解だわ、これ。どうしたってなって。うわ、特防か。あ、Z、マジで？あ、そんなことある。いや、微妙に比ばぬ。目覚まされた。あー、これは終わる可能性や。あーってなったわ。雨が上がる。おー、あ、雨降ってたらこれいけたやん。エレクトロビームやらかした。後で気づく、後で気づくというこの感、このナメプ。あるよな。そういうのあるよな。やらかしたな。で、ヤドランにはちょっと。よし。終わってもらって。じゃあ、縦になってもらって。破壊光線どっち？やば、ヤドランやば。いや、ヤドランやばい。ヤドランはやばくない。Z やばってな。俺もちょっと。おら、海流。あ、いて前。いて前、海流。よし、オーガポンまた出す。お、オーロンゲー。いいね。Z にしといて、効果ありやったら、下コンボの方がいいまでやるな。そう！いや、大丈夫。リフレクターしたところでって話。動けない、ナイス！いいよ。瓦割りでリフレクター、あ、おわ、おら、じゃあ無駄にさせていく。そういうスタイル。いいね。苦しいけど楽しい。こっから再スタートだ。いいな、こういうの。カミツオロチやばいよ。カミツオロチは草ドラやろ。草ドラやろ。
草ドラ。いや、待てよ。よし、回避率下げたところで、まあ、元気でお、攻撃グーン上がりますからね。じゃあ、氷で。じゃあ、氷でやってる。ずっと変わらない気持ちさ、今、テラセブに込めて。ドラゴンになるよね。確かね。ドラゴン、いや、格闘なのか？格闘か！いや、格闘だな、あれな。ふと思ったけど。あれ、格闘だったっけ？今、わかってない。覚えてねえ、やばい。ペーパー屋では、あ、普通、あ、ってことは。エレキブル危ない、エレキブル危ないですね。格闘だね、やっぱ。オーガポンのツナコンボで終わると思うけどね。ですよねっていうね、なんですよ。カミツオロチ撃破、終わりー。どうもみよー。勝負さできて嬉しかった。いや、なんやろ。気持ち晴れ晴れとしとんな。すぐに。うん。楽しかった。やっぱ俺が憧れるドラゴン TK は強えな。ドラゴン TK になんかあげたい。かいね。そうだ。どうした？ブルーベリーカバーブラック。本もらった。俺、スマホさんまだ持ってるから、あげる。あ、スマホの色変えれるやつか。どこで変えれんの？知らんっていうオチ。知らないというオチである。これで変えれんのか。投げやりかは、ちょっと気になる。ブルーベリーカバー、ブラック。ブラック、今、変更する、変更する。そこだけやから何も変わらんっていうね。いや、ほんまそれな。俺の寮の部屋、今見ると恥ずかしい。焦ってた時のがまんまだ。早く片付けねえと。これ前見たけどさ。すぐりの部屋。すげえ研究してるよね。そういうのいいと思うよ。よし、特別講師呼んでいこうか。うん。で、ここからやね。で、あとハイライだっけ？確か。ハイライとも戦ってたよね。前回ね。おっと？どうした？おー、スムートチャンピオン。かきつばた、ボラクサ。ちょうろくさじゃねえし。何かあったのか、元チャンピオン。その呼び方さ。そういや、元チャンピオンは、昨日何食った？あらたさ、このかきつばた。やめろって言ってんの、言いかけがわかんねえかな、あんま。今までの司会者よーん。やかきつばたよ。うざ。確かに、うざっとはなる。わかる。わかる意味が深い。いやー、おもろかった、今のは。笑いすぎた。ドラゴン TK シー、僕は知ってるぞー。どうした？他の配信者の動画に出ないでっていう約束、守り続けてくれてるってこと。若くて可愛くてその上チャンピオンって、属性過激派なのに。属性過激派って、それを言う、そういうことを言わないで。そういうことを言わないでもろって。なんだろ、ありがたいや。
ドラゴン TK 知ってれば今後とも僕だけとコラボするつもりとか、いえ、いえ、やりたかった。いや、僕にはわかるぞ。そんなこと言っちゃっても、本心では何でもだけとコラボしたいって思ってるでしょでしょ。いいえにしたのに。じゃあもう早速そういった契約の手続きしてもらっちゃおっか。いや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 。って思ったけど、激んが、契約用紙忘れてきてもうった。もうった。よりも仮契約ってことで、ポケモン交換やっとく？やっとこうか。おもろかった。ゲゲって言われる。それじゃあ始めるぞ。どこから声を出そうかな。ドラゴン追求者はどの子にするする？ガルガルガン？いや、厳しい厳しい。あ、この子、これから全然。ミミッキーはね、出したところでなって思うから、やっぱ、こちらから出すのは、テラリウムで、テラリウムドーム内で捕まえたポケモンがいいかなって、思ってしまうところはあるのよな。どうしよっかな。人影でいいんじゃねえなら。電気テラスにしたら、炎が、ね、競売になるわけで。かつ、電気技ってなんか覚えたっけ？リザード。覚えて、いや、覚えないか。なら、この子は読みといた方がいいかな。って、ちょっと思った。ちょっと思ってしまった。どうしよっかな、なら。あ、チョンチいいんじゃね？おう、そうしてあげよう。よし、チョンチーをどうしますか？選ぶ。ドラゴン TK しろ、チョンチーと僕のコイルを交換するね。するのね、じゃなくて、するね、なの。語尾がなんかちょっと安定しないよね。この子。なんじゃもし。チョンチーをラジオで送ります。バイバイ、チョンチランジャムからコイルが送られてきた。コイルを可愛がってあげてね。ありがとうね。コイル。チャンピオンのチョンチー、この子を大切に育てれば。シャーモン。将来的にバズリーグが見込めて、ふひふひじゃねえんだ。感謝感激電気ビリリ。邪魔だぞ。電撃やった。よし、終わったね。ドラゴン TK じゃん。決まったら君とのバトル取っていい？いや。あーん、どれだけが足りないのよ。どうした？部屋で、部屋に、そうやってできる人増えた。おー。。じゃ、見たいんだ。じゃ、間違った。ボックス。ボックスから見たかっただけ。コイル、やから、これだな。うっかりやね。